気温が低く耳が痛くなるほど寒くなっています。昨日降った雪が寒さで完全に凍結していまして、道路を渡る人も慎重に歩いています。今朝佐賀市では滑らないよう注意しながら職場や学校に向かう人たちの姿が見られました。車で来るのか悩んでたけど、もうちょっと歩いた方がいいかなと思って。横断歩道の白線の部分がすごく滑りやすくて、ちょっと歩くの気をつけてます。今日未明には八女市黒木でマイナス 6.3 度、添田町でマイナス 5.9 度を観測するなど、福岡佐賀のすべての観測地点で氷点下となりました。明日にかけて気温が平年よりかなり低くなり、10年に1度程度の低温となる見込みです。今日は北九州地区や筑豊地区を中心に福岡県内25の自治体が小中学校を休校としています。一方、寒波の影響で交通機関にも乱れが出ています。高速道路は九州道の小倉東インターチェンジと鹿児島インターチェンジの間、大分道の全線、長崎道のほぼ全線で通行止めとなっています。また福岡と北九州の都市高速も全線で通行止めです。